ファミコングランプリ 23D ホットラリーは1988年4月14日にニンテンドーより発売されたファミリーコンピュータディスクシステム用のレースゲームである。ファミコングランプリ F1 レースの続編。開発は春研究所が担当した。ディスクシステムのマリオシリーズの中で最後に店頭に並んだソフトである。ラリーカーを操り、決められたコースを 制限時間内にゴールすることを目指す。コースマシンともに3種類用意されており、3種のマシンにはそれぞれ速度が速い、安定した走行が行える、耐久度が高いなどの特徴がある。専用のゴーグルをかけると画面が立体的に見えるファミコン 3D システムにも対応している。なお、2人プレイ等対戦プレイには、未対応。ディスクファックスを使った、 タイムトライアルなどが行われたが、このゲームをもってディスクファックス対応ソフトのリリースは終了。最後の青ディスクゲームとなった。制限時間タイムバンク各エリアには制限時間が設けられており、時間内にチェックポイントを通過する必要がある。制限時間を超えるとタイムバンクが1秒ごとに1ポイントずつ減っていき、0ポイントになると、 エンジンが停止し、そのまま完全に停車してしまうと、リタイアとなる。逆に時間内にチェックポイントを通過できれば、余った時間をタイムバンクに加算できる。レース開始時には20ポイントが与えられ、最大99ポイントまで増やせる。ホットドットホットダッシュ道路上に落ちているホットドットを8つ取ると、15秒間、 時速 300km 以上の超高速で、しかもカーブでもスリップすることなく運転できる、ホットダッシュが使えるようになる。プレイヤーの任意のタイミングで、いつでも発動が可能で、何個でもストックできる。これをうまく活用すれば、タイムがかなり短縮できる。耐久度他の車や障害物にぶつかると耐久度が減り、画面右下のダメージゲージが増えていく。 耐久度が残り少なくなるとダメージを受けた際に警告音が鳴るようになり、そしてゲージが最大になるとリタイアとなる。メニュー画面でリペアを選択、実行すると車を道路の端に停車させて修理し耐久度を回復できるが大幅なタイムロスになってしまう。またはレースの開始直前に1カ所のみリペアポイントを設定でき。 そのチェックポイントを通過すれば耐久度の全回復ができるようになっている。コースは3種類、いずれのコースにも大きく分けて、ハイウェイ、草原、雪道、砂漠、ダートの5種類のエリアがある。マシンは3種類あり、それぞれ能力が異なる。運転を担当するドライバーは、マリオ、道案内などを担当するナビゲーターは、ルイージという設定である。 本作のパッケージには二人の姿が大きく描かれているが、作中はほとんど姿が見えず、マシンをリペアするとき、リタイアしたとき、ゴールしたときに一瞬姿を表す。コースのあちこちには、街灯、木、岩、柱、看板が設置してあり、ぶつかるとダメージを受ける。なお街灯、木、岩には顔があり、それぞれ邪魔だかり、何する木、危な、 岩という名前がついている。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは合計26点、ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通り17.60点となっている。ありがとうございます。